どういうことだ。いや、自分全然わかんないですね。中国野郎に知らせますか。今なるやつ一人です。連中今それどこじゃねえよ。弟がと捕まったんで血が上ってる。しかし何であんな小娘を。コロンビア野郎の好みなんじゃ。いや、ガイはそんなやつじゃねえ。それに今中国野郎との交渉で手一杯のはずだ。それなのにわざわざ仲間一人つけてまで。おい、つけろ。はい。お前がいい。女に顔知られてんだろ。はい。しかしこれ意外と面白いことになるかもしれねえぞ。妻子也想我。金庫どこだ。金庫知らない。嘘つけ。金庫どこだ。ゆうすけ。还没来？没来吗？どうやらガイにすっぽかされたようだな。帰るぞ。なんだよ、わざわざこんなところに。簡単な仕事だ。あとは薬やり放題だ。悪い話じゃないだろう。分かったよ。それにしても汚い病院だな。ここだ。おい、何のつもりなんだよ。とにかく入れ。お知り合いの方なのか。どうぞ。今のうちに。あの、容態が変わったら知らせてくれれば。行け。冗談じゃねえ、帰れ。連れてきた。ありがとう。
動くな。うぜんだよ。てめえ、こんなことして覚えてろよ。黙って座ってろ。レイカさんだね。何あんた、コロンビア人のコカインを売りさばいて儲けてるそうじゃないですか。何の話。病院。ええ、ガキと一緒に見舞いに行ったようで。ガキとあの役所娘か。はい、見舞った相手も調べました。サヤって名前の女です。何、あの娘いくつだ。え、確か20歳だって言ってました。そっか、20年前に生まれた娘か。なるほど。で、あの娘どうしたんだいが。連れて帰りましたか。よし、おい、その交番見張れ。24時間だ、急げ。はい。かいよ、弱点見つけたぜ。さっきやったろ。叫んだ、あれぼっち。毎日少しずつ減らしていくのさ。
1週間もすれば楽になるよ。約束が違うじゃねえか。くれよ。ダメだって言ってんだろ。エルハポネスの命令だ。君をまともに戻すんだよ。ざけんな。変な覆面野郎が出てきた。猿の腹突き刺してお前はもうおしまいだって。なあ、助けてくれ。それはブラックマンだ。でもカーニバルの悪魔さ。悪魔だ。なあ、薬がなきゃまたあいつが出てくんだよ。薬くれ。レカから注文だ。1キロ取って。ああ、これいらない。品物渡すだけだから。夜だから検問もあるしさ。こういうやつが増えるといいね。どんどん儲かるよ。ブラックマンの夢を見てるらしいよ。本当か。やっぱりエルハポネスの血なのかな。なんか商売繁盛だな。どうしたんだ。レイカ、お前俺撃ったのか。言ったじゃないですか、捕まえたって。自分で自分を殺す哀れな死に方だ。トイレか。
立てるか。よし。よし、ゆっくりだ。兄貴、兄貴。ああ、なんだ。来ましたよ。来ました、出てきました。そらちまえ。こんなことしてたまるすること